最新の編集、エフェクト、モーションを使って動画編集を自由自在にできるフィモーラプロ。このチュートリアルシリーズではフィモーラプロの使い方を一から学んでいきます。皆さんこんにちは。今回の動画ではタイムラインの整理、ショートカットキー、再生ヘッドのさまざまな移動の仕方やタイムラインのズームなど、動画編集の効率化について学んでいきます。数日間にわたる大型プロジェクトの編集や、さまざまなシーンで構成されている動画を編集する場合など、複雑な動画編集を手掛ける場合、時間を有効に活用するため、プロジェクトをきちんと整理しておくことが大事です。まずフィモーラプロでは好きなだけトラックを追加することができますので、クリップを分類して配置しましょう。ここではメイン映像を最初のトラックに、サブの映像を2つ目のトラックに、それぞれ配置します。複数のトラックを使う場合は、識別しやすいよう右クリックしてトラック名の変更を選択し、各トラックに名前を付けておきましょう。音声トラックでも同様の操作ができます。最初と2番目のトラックをカメラオーディオ用に、3番目のトラックを BGM に使います。クリップの整理にはラベル付けが便利です。クリップを右クリックしてラベルを開き、お好みのカラーを選択できます。または選択したクリップで1から9までの数字を選んでカラーを選ぶこともできます。今回はこのドローンの映像にトマトカラーをつけます。これを選んで1を押しましょう。ラベル付けの便利な点は、1つのクリップをクリックするだけで同じタグを使っているクリップを簡単に全選択できるところです。クリップを右クリック、そしてラベルから一致するラベルを選択、またはクリップを選択して Alt+M を押してください。トラック上でクリップの誤操作を避けるため、ロックアイコンをクリックしてトラック全体をロックすることができます。これで誤ってクリップを選択したり編集することを避けられます。このように2つのクリップと音声がリンクされていて、片方だけロックされている場合、ロックされていないクリップしか編集できないのでご注意ください。もしこちらを動かしてしまうと、2つの間のリンクが解除されます。タイムラインを多数配置していて画面上で全てを見ることができない場合は、表示サイズを小さくしてみましょう。画面左上の3つの点のアイコンをクリックしてビデオサイズを小に設定します。これでタイムラインのサイズが小さくなり、画面上により多くのトラックが表示されます。タイムライン上で左右の矢印をフレームごとに動かして再生ヘッドを移動できます。シフトキーを長押ししながら左右の矢印を動かすと10フレームジャンプします。スペースキーを使うと動画を再生または一時停止できます。 JKL キーを押すと同様の操作ができます。 L を早送り、 J を巻き戻し、 K を押すと一時停止となります。クリップを再生中に L キーを連続で押すと早送りするスピードが速くなります。 J を押すとスピードが遅くなります。 J を連続で押すと巻き戻しするスピードが加速されます。 L を連続で押すと巻き戻しのスピードが遅くなります。アップとダウンキーを使うと1つのクリップから次のクリップにジャンプすることができます。イン&アウトポイントをジャンプすることもできます。シフト I またはシフト O を押してください。タイムライン上で再生ヘッドから任意のポイントまでジャンプしたいときは、エディタパネルのタイムラインコードをクリックするか、コントロールまたはコマンド J を押し、ジャンプ先のタイムコードを入力してください。クリップをコピーしたい場合は、コントロールまたはコマンドを押しながらクリップをコピーしたい場所に移動してください。2つのクリップに挟まれたクリップを移動するには、シフトキーを押しながら移動させると、移動先に自動的に隙間ができます。タイムラインを水平にズームインするには、エディターパネルの左下にあるスライダーを動かすか、または
スライダー上のカーソルをマウスでスクロールしてください。またはコントロール、コマンドキーを押しながらタイムラインにあるマウスをタイムライン上でスクロールしてください。スライダーの横にある山のアイコンをクリック、または Windows 版ではシフトを、 Mac 版ではコマンドキーを押してプラス、またはマイナスキーを押してください。以上、フィモーラプロで様々な機能を使って動画編集を効率化する方法でした。もっと詳しくフィモーラプロについて知りたい場合は、同じくフィモーラ動画編集にアップされているチュートリアルを見てくださいね。私と一緒に動画編集のテクニックをもっと磨いていきましょう。